お、なんだ？うわ、マジで？トン、トン。あ、やばいやばいやばい。あ、負けた。お尻、あ、お尻。ん？うわあ。私の名前はダール、ダル。ピンキー、好きだ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 、この思い、全部分かってほしい、マブーキッショーしゃ。まあ、ここら辺のとこいつも通りないか。ルイージ、こんちゃ。あの空の向こうにピーチ姫は囚われてるんだね。兄さん、頑張ってピーチ姫を助け出してね。はいよ。あとは特にないか。まあ、確かに予言書だから、書いた人なのか、それとも、リアルタイムで書いてる人なのか。チャールズクリックチュール、コボック。コボックって誰だっけ？あ、はい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 、あの、孤独のコボックさん。マリエ、そこの調子はどうじゃな？フラワーランドは、空もすっかり晴れて平和そのものじゃよ。スイレンは相変わらず自分に酔っておるし、バーバラ、お主が自分に気があるんじゃないかと言いふらしておるじゃん。バーバラ、そんなことないって。噂で聞いた話だと、花子もお主に感謝してるようじゃ。花子って誰だっけ？コント師。わしはこの通り動けんが、周りのフラワーさんたちは元気に動き回っておるよ。お主も元気で頑張るのじゃぞ。お主の願いが叶うことをフラワーランドから祈っておるぞ。なるほどね。そんだけか。ちゃうわ。よいしょ。トントン。で、ルイージに聞いていこうか。お、9ページ目、10ページ目。これ、基本的にあれか。見開きみたいなことなのかな？こう2ページずつ更新ってこと。雪だるまにマフラーとバケツを使うと、ドーンズ、ドバーンって道が開くらしい。え、見てたの？でも雪だるまにマフラーって溶けちゃわないのかな？あ、確かに暖かくなるからね。うん。昨日ここの秘密の部屋に入るときに体が挟まってしまった。え？もうずいぶん長い間使ってるからだろうか。回転が滑らかになるように油を刺しておくことにしよう。あ、なるほど。あ、え？待って、いつもより多く回ってるとか？これもしか実は。かな？実はこれいつもより多く回ってる？あ、待って、今クイズの人いましたよね。うん。あなたがマリオさん、え？マリオさんって知らなかったんだ。あ、あれ？あれ？あれ？人見知りの子が喋ってる！マリオさん、頑張ってください。ピーチ姫が早く助かるように。相棒が喋った？すごい！まさに奇跡！あ、でも、俺から話しかけたら逃げるんかい。めっちゃすごい！あ、やっぱこれあれだな、こう、たまに戻ってきてさ、こう進行具合をこう見てみる。砂糖とかじゃないんだね。うん。夢ならば、どれほど、よ、よかったでしょう。あん、あん。でね、DJ ブースからね、ラップバージョンのレモンが来ましたね。まあまあかしら。レモン飴、キャッシュが作った。HP、あ、でも良くない？ HP5、FP15 って結構良くない？うん。結構いい、結構いいもんもらった。じゃあ、メロン。で、はい、で、岡本。さあ、頼むぜ。夢ならば、メロンメロンロン。どれほどメロンメロンロン。わ、わ、ヨッシーの顔だ！わぁ !HP と FP が10回復する。あ、いいんじゃない？いいんじゃないかしら？結構いいね。師匠、よろしくお願いします。よっしゃ。よっしゃ、行くぜ。行くでござる。かっけー。ほんで、ちょっと待ってよ。ちなみになんだっけ？何が？敵全体を星にして、どこへ飛ばしてみよう。あ、これね。なるほど。時間が止まれ。じゃあ、まずは、オプクさんで、水の守りをね、作っておきます。トントントン。OK。これ、とりあえず4ターン防御力は上がる。OK。で、これはもう連続ジャンプ。これ、眠らせ、眠るっけ？眠らないんだっけ？
じゃあ一回眠らせ踏み、ちょっとチェックしてみよう。寝る、オッケー。これで勝てる。あ、すぐ目覚める。あれ、でもこれさえすればさ、あれ待って、これさえすればさ、相手の攻撃のターンがないってことでしょ。勝った。仲間チェンジの、ダメダメ。待ってよ、おつけ、おちおつけ。よしのクッキー食べよう。クッキーおいちい、クッキーおいちいプロジェクト、オッケー。オッケー。ほんで、作戦で中チェンの、やっぱ攻撃力上げるか。いや、そうね、攻撃力上げた方がいいよな。ポン、ポン、ポン、OK。あ、待てよ、あ、くそ、もう全然、一回も俺ガード成功しない。一回もガード成功しない。え、これ、これ連続、え、これ連続ジャンプの方が効くとかある？いや、俺はこっちかけるぜ。11、OK。やったー！よし、師匠！すまんかったな。こっちには仲間がいるんや。マリノスにわしを超えておるのでござる。本気の本気のわし方をマリノにこれを差し上げよう。免許改造へん。すまんな、師匠。もう君と話すことはないやろ。怖かった。これあれかな？あ、チャールズさん帰ってる！チャールズさん！村に帰ってきたよ。何もかもが懐かしいな。え、待って、あれ？あれ？あれ？ノッコ、え、亀のでかいやつは？亀のでかいやつもういない？もしかして。だったらずっとうちにいてくださいね。冒険に行ってるあんたを心配して待ってるだけなんで、もうこりごりですよ。いい奥さんだな。え？あ、もちろんだと思う。おん。し、実を言うとね。今度は、北の大地にある、失われた神殿を探しに行こうと思っとるのだよ。もちろん妻には内緒にしておいてくれよ。クリスター神殿みたいなとこ行くみたいですよ。はい。家にいたって夢みたいなことが書いてある本ばっかり読んでるだけなんだけどね。でも、うちの人が家にいるだけで何だか張り合いがあって、まったく、あの人と来たら、私の気持ちも知らないで、いい気なもんですよね。あ、なんかいい奥さんだね。あれ？じじい。はい、よいしょ。なんだい、頼み事。うん。ピューピューヒルによる、馴染みのテレサから小包みをもらってきてほしい。馴染みのテレサ？テレサ、みんな同じ顔に見えるから、ちょっとわかりにくいがの。わしとクリジーとセバスチャンが昔旅をしておったときに知り合ったテレサ。ほう。え？わしとクリジーとセバスチャンが昔旅をしておったときに知り合ったテレサ。ノコジロウとクリジーとセバスチャンが旅をしてた。へえ。そいつから手紙をもらったんじゃ、わしへ荷物があると書いてあったぞい。一個も早く行ってきてくれ、頼むぞい。ピューピューヒルとかも懐かしい。ラジオ聞いてみる？なんだっけ？最新ミュージックチャンネル。なんだっけ？情報チャンネルみたいなのあるよね。うん。パンパカパン、今このラジオ聞いてるんだけど、チャンス何？キノコタウンの港のレストランにヤシの実を、ヤシの実！キノコタウンの港のレストランにヤシの実を持ってきた方に素敵なアイテムをプレゼント。港のレストランの中に見た目がちょっと珍しいキノピがいるから彼に渡してね。制限時間10分！オッケー、余裕ですね。10分は余裕です。オッケー。なんこの中にいるんだっけ？君だね。こんにちは、プレゼントキャンペーンのキノピオです。約束のもの持ってきましたか？ヤシの実、ぶつけてやんよ。ココナッツ、おめでとうございます。プレゼントキャンペーン、ここにプレゼントはこちらです。どうぞ。キャシースペシャル？あ、キャシーディナーのジョイゴカミってこと？キャシーが使う特製料理、 HP と FP が20回復、最高じゃん。大事に使います。あー、消えた。で、
カメの、てってきてってって、いるやん！ゼニの子いるやん！よう帰ってきたね、チャールズさん。戦闘する？これ。やるか。やってみるか。ちょっと待ちやんさん。ええー、天気で回すな。わいは全員のこっちゅうもんですわ。どうか一つお見知りおきよ。ボトルで100コイン払ってもらいましょうか。払われるのやったら通さへんで。世の中ゼニゼニゼニですせー。あんた、世の中ゼニ言うてまっけども、強いもんにもそれ言えるんでっかってね。全く声を変えずにね。同じ感じになりましたね。アンさんわいとやる気でっか。せやけど多分わいがアンさんボコボコにしますせ。はっきり言ってわよ、めちゃくちゃ強いでっからな。それでも戦うんでっか。戦いましょう。そこまで言うやったら仕方ありまへんな。ちょっと痛い目あってもらいましょうか。時間よ止まれ、絶対に止まれ、お前絶対止まれよ、絶対止まれよ、止まれよ、止まらないなんて言わせないぞ。ね。世の中ゼニでせ言うてましたけど、時は変えなりって言うからな。止まれ、やったー、やったー、小型、小型、小型。じゃあ、このドッカーハンマーで決めてやるよ。FP、最後の FP だ。くらいやがれ、ドッカンハンマー。あ、全然 HP の計算できてなかった。待ってよ、ちょっと、作戦、中チェンの、クリオさんに変えて、物知りとかします。物知りとか。うん。とってもがめついやつだね。70。70だったら結構いってんじゃない？もう今。残り10ぐらいになってんじゃない？この攻撃は後ろにロイド、そうだね。さっきもやりたいね。でっかいのこの子だね。残り10ぐらいちゃう ?17! ぬ眠らせ踏み、いける？オッケー、はい、勝った。はい、勝ちました。皆さん、勝利の瞬間です。勝利の瞬間なんで、スッキリ爽快とかやっときます。なんでっていうね。いやー、スッキリ爽快ですね。いやー、気持ちいいですね。ありがとうございます。さあ、行きましょうか。最後の一撃は、その必要はないけども、ドッカーハンマーで行きましょう。さよなら、ゼニの子。師匠の方が強かったぜ！よっしゃー、やったぜ！ワイに勝つわ、アンさんめちゃくちゃ強いでんな。ワイの負けですわ、ほな、さいなら。あー、泣いてどこ行った？ふん、ズワコが。どの人？いたず好きなやつはマリオさんがいたずらしました。やっぱり一応くらいいたずらされないピューピューヒリに来た甲斐がないですな。あ、この人？おや、ご苦労様。のこじろうさんからのお使いなんですね。で、あらあら大変。急がなきゃ。用意するの忘れたなんてどうしようかな。探さなきゃすぐにはわかんないよ。え、何を用意しろって？少し待っていただけますか？急いで探しますか？その後でブラブラしてください。もう少し待って、今探してるんです。え、全然探してなくない？全然探してなくない？女性って私たちお化けの願いもちゃんと聞いてくれるのでしょうか。そうだといいな。あ、マリオさん、マリオさん。あ、何？バー！かわいい、このね、このバーの、こうね、うわーって踊れてる、こっちがかわいい、ほんとに。あー、またやれた。あいつほど人を驚かせるうまいお化けいませんよ。あの現れ方なんて、ほんとに息が止まりそうだからびっくりしますもんね。この人か。どう？お、またせ、シュプ！やっと見つけましたよ。もううっかりしててお恥ずかしい。では、のこじろうさんによろしく伝えてください。あんたも気をつけてくださいね。小包み。ね。何、小包みもらいました。普通に段ボールだね。ちゃんと、あれじゃん。なんか送り表みたいに使えてるじゃん。送り状みたいな。手で逆らうけどった小包み、のこじろうに届けてあげよう。行きましょうか。行きましょうかって言っちゃった。よし。
邪魔します。いいよ、小包みあるよんと。おお、さすがマリオさん、じゃ大したもんじゃじゃい。おお、これが例の小包か。手紙をもらったから楽しみでの。あんたらがいなくなってからじっくり開けるとしようぜ。でへへへへへへと。俺と言ってよ、なんじゃが、あんたにこれあげるぞい。いや、これあれでしょ、もう恒例の1コインでしょ。バカ野郎。おうおう、ちょうどよかったい。またまたあんたに頼むことがあるんじゃ。早く小包あげたらどうだい。おっと、親切さも最高に。ペロ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 。噂に聞いたが、ヤシの実。うわ、ヤシの実。どうしても食べたくなったら持ってきてほしいんじゃ。一刻も早く行ってきて頼むぞ。うわ、さっきヤシの実渡しちゃった。しゃあ、南国。どうせあれでしょ、1コインでしょ。はいよ。で、次はなんだろう、うん、古い砂漠王国、アラビン王国に疲れていた赤、何それ。アラビン王国で作られていたという赤い壺が欲しいんじゃ。わしが知らないところによると、カラカラタウンにあるお店で買い物に秘密。まずボロボロハンマー、カラカラパスタ、ボロボロハンマー？ちょっと待って、なんだっけ、あれだよね、その、なんか、あれだったよね、その、ロレンチュさんに会うときもさ、なんだっけ、ボロボロハンマーとキノコを交互に買うみたいな、交互じゃないわ、なんか、どっちかの順番で買ったら、仲間だとわかるみたいな感じだったよね。何？ボロハン、カラパス、ボロハン？それから、もう一つ何かか。ボロハン、カラパス、ボロハン？やっと何とかしてくれ！行くも早く行ってくれ！頼むぞ！ちょっと待って！ボロハン？ボロハン、カラパス、ボロハンで、で、パターンとしては、もう一回カラパスか、しなびたキノコはどっちかじゃない？ねえ、買わないよっていうアイテムだと思うから。で、とりあえずボロハン買う。カラパスかな？カラパス。お、ありがとうよ。あ、違う！ということは待ってよ。あ、ちょっと待って。これさ、ボロハン、カラパス、ボロハン、カラパス買ってるから、もう一回ボロハン買って、で、最後調べてキノコ買う。なんやねん。これ、売ったらさ、一旦分、なくなってるとかない？ちょっと待って。これ、売ったら一旦分なくなってるとかない？ちょっと待って。それない？しなきの。起きた！その順番で買うのは、ご先祖様の遺言にあった秘密サインだ！ご先祖様の遺言だ。やっぱあの、ボロハンカラパス、ボロハンしなきのだったわ。うん。遺言に従って、あんたにはこれを渡さなきゃならない。さあ、受け取るといい。赤い壺。チューチューショップでもらった壺。コレクターなら欲しがるかもしれないと。シャークソジジイ。ちゃんと覚えておけよ。ほんとにもう。赤い壺。押さえております。おお、さすがマリオさん。じゃあどうも素晴らしいぞい。なんじゃ、こぎたい壺じゃの。まあ、わしのコレクション入れてやろうぜ。あ、ねえ、ここのさ、コレクションっていうか、その、横に壺があったってさ、伏線もしかして。ね、これ、壺のコレクションみたいなをしてて、みたいな。これ、伏線もしかして。え？壺コレクション？それにしても、いつもおっしゃったら聞いてくれて悪いけど、今日は特別もして、あ、こいつをあんなにあげようかの。星のかけら3個だと思います。イエーイ。お、なに？マリオさん、これがノコジロ最後の頼みじゃ。クッパ、大魔王クッパを倒してくれ！あやつがおると、この村の子供たちも安心してゆっくり眠れん。みんなの安らぎと希望を取り戻してほしいのじゃ。頼んだぞい、マリオさん。
最後にそれっぽいこと言われた。最後にそれっぽいこと言われた。なんか許しちゃうな。なんか散々ムカつくわとか言ってたけど、最後にそんなこと言われたらいいってなっちゃうよな。わあ。寝てくれたらいいんだけどな。OK。で、これでまずダメージを与えていく。16ですよ、残り。で、これで、発電パワーで、トントン。まあいいや。で、ドカーハンマーで、ちょっと、これ何本食らうか見よう。13?ちょっと待って、これさ、13だったら、待って、13だったら。これ13だったらさ、これ普通に、ドカンハンマーで、12でしょ?これでアカリンで倒せるんじゃない?ほら、倒せた!うわ、そんなに、そんなにめっちゃ経験値もらえた。めちゃめちゃ経験値もらえた。よし、来ましたね。行きましょうか。マリオよ、わしの声が聞こえるか。最初のおじいちゃん、これよりスターロードへとつながる入り口を開く。恐れずに入るがよい。道は星の国まで続いておる。星の国でわしらの兄の聖が王子に最後の技を授けよう。それを使えばクッパの持つスターの杖の力にも対抗できる。さあ、もらい行きましょうか。さあ、行くぜ。王子が来るのを待っておるぞ。マリオ、星の国に手会おう。さあ、レッツラゴー。すごいな。キレキレキレ。わー、綺麗なのか?え?これが伝説のスターロードだね。本当に星でできた道だよ。すっごいよね。落ちるとか?ない。うわ、落ちそう、これ!ん?あー、落ちちゃう!ちゃ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 、帰るつもりはないんです。帰るつもりはないんです。ちょっと脱出したかっただけなんです。で、ちょっと、星の生たちが何してんって言ってるわ。星の生たちが、いやいや、どこ行くねん、どこ行くねんって。右かな、じゃあ。うん。うわ、すげえ、見て、ほら、マリオが歩いたとこキラキラしてる。わかる?ほら。マリオが歩いたとこキラキラしてる。あ、ちょ、何これ?は?いや、敵おんのかいや。ちょっと待って。敵おんのかいや。エルモス。エルモスだよ。青白い炎が不気味な人玉のお化けだ。最大 HP は10、攻撃4、防御0。ちょ、敵おんのかい?炎攻撃がないよ。攻撃すると分離してくるんだけど、攻撃してるうちは倒せるはずだよ。時に俺たちも攻撃してくるんだ。その時はダミーさんだよと。水の攻撃がよく効く。なるほどね。ありがとう。じゃあ、そっか。もうこれ、連続ジャンプいける?あっち!そっか、踏めないか。あっち!でも進めないか。おお、炎。あれなんかさ、炎でも大丈夫バッチみたいなのなかったっけ?